山女壁女は、高倉厚子による日本の漫画作品、および、それを原作とした、富士テレビ系列のテレビドラマ、青年漫画雑誌、イブニングに2010年3号まで連載された、単行本は、全13巻。当初はあまりヒットせず、初版から、全く重版がかからなかったが、ドラマ化で2版が出た。創業300年の老舗、高談百貨店に勤める青柳恵美は、 職場では、有能なキャリアウーマン。しかし、彼女は、貧乳というコンプレックスを抱えていた。そんなある日、彼女のもとに、天真爛漫な巨乳で、ナイスバディな女性、マリーやマリエが現れる。性格も胸も、正反対の二人は、当初ライバル関係として、火花を散らすも幾多の困難にもめげずに、共に明るく一生懸命に仕事や恋に、奮闘してゆく。キャストは、 テレビドラマ版のものである、青柳恵美エ,エ伊藤美咲本作の主人公で壁女、28歳、一回バッグ売り場のエース社員、ドラマでは、フロア主任も務める、接客態度も良く、社員、顧客両方からの信頼も厚く、仕事ができる有能なキャリアウーマン、冷静沈着でしっかり者だが、負けず嫌いで早とちりしやすい、美人で、モデルのような体型だが、壁のような胸に、 密かなコンプレックスを持ち、自宅ではバストアップ体操に励む日々。夢は丸腰デパート初の女性店長になること。青森県の漁師の家に生まれ、父親や地元の友人らと話すときは、津軽弁になる。ドラマでは最終回で、井口と婚約。また、フランス行きを父親にも反対され、それをマリエに譲るが、ドバイに変更になったことをマリエから聞いて、卒頭してしまう。 マリア・マリエエン深田京子もう一人の主人公で山女、28歳、ダイナマイト計画と題した人材強化プロジェクトの一環で、青山支店より本店に移動してきた。何事も笑いに変えてしまう天真爛漫な性格で、エミのことを尊敬している。接客も上手で、客からの評判も良い。男性からモテる割に恋愛に疎いなど、かなりの天然キャラ、大ぐらいで、 好物は焼肉、ぬか漬け、暑さに弱い。コンプレックスは、エミとは反対に胸が大きいこと、悩みがないことである。夢は、自分の好きなものだけを集めた、セレクトショップを持つこと。ドラマ最終回で、辞退したエミに代わって、ドバイに行くものの、暑いのが耐えられないという理由で、日本に帰ってきた。田村武彦園、八原翔介1階フロアの部長で、エミたちの頼れる上司。 42歳。また、エミが強い憧れを持つ。さらっとした、爽やかな性格で嫌味がなく、部下など周囲から慕われている。巨乳の妻がいるが、子供ができないことに悩んでいる。ドラマでは、病気になった上海支店長の公認に任命されたため、第8話で、一旦上海に旅立つが、前任者が復帰したため、1、2階の統括部長として帰国、直後に、 妻の妊娠も判明し、目下子供の名前を考え中である、くず沼正、正ただしぬるみず一丸腰デパートの副部長、42歳、腰が低い反面、意外と行動派、バツイチで、現在は、実家で実母と息子の3人で暮らしている。ドラマ第8話で、田村が上海に行ったことを機に、部長代理に昇進した、エミにプロポーズをしたが、断られた。さらに、 ドラマ最終回では止めに部下たつに、情けが、あだとも言うべき屈辱的な慰めを受けてしまい、その後はキャバクラがよいを余儀なくされるような立場になる。松原哲人縁、川田裕樹33歳のバイヤー。かなり上舌で、ファッションに関する知識は豊富。商品を見極めるセンスはなかなかだが、先取りしすぎで的を外すこともしばしば。だが、そのセンスを、 唯一褒めてくれたマリエに惹かれる。吉野金子園、上原三鷹美たちの同僚。あらゆることに気がそぞろで、ある意味女性的な性格。社員たちからよくいじられている。ドラマでは26歳。流通業界に影響を及ぼすほどの有力大義士の親を持つ。いわゆる蝶がつくほどのお嬢様。おまけに、かなりの常識知らず、物やお金に困ったことはないが、 愛に飢えているようで、恋人を作るべく森田を落とそうと奮闘中。豊川美里、縁、矢沢心恵美たちの同僚、寛大で姉を肌な性格。ドラマでは、25歳という設定。どちらかというと、壁女で、胸にエアーブラを忍ばせ、貧乳を補っている。結婚願望が強く、早く結婚したいとかなり焦っている。新入社員の森田を吉野と取り合っている。 現実的な性格。森田五郎園。米原康介バッグ売り場の新入社員。23歳。愚直な性格。男性の少ない職場のためか、さえないにもかかわらず持てている。5人兄弟の末尾で、姉が4人いる。そのためか女性が苦手らしい。原島京子原作のみ登場。原作で、フロア主任を務める、女性社員。厳しくも温かく、社員を見守っている。 エミの良き理解者、奥園薫子奥園社長の娘で、いわゆる社長令嬢、森田と同期の新入社員。当初はかなりの常識知らずだったが、エミとマリエに眼起されて、とりあえず大人しくなった。奥園小江門園若林号、丸腰デパートの社長で65歳。全社員から尊敬される理想的な経営者で、ありながら遊び心も併わせ持っている。原作では、娘、 カオルコを溺愛している。ドラマでは、エミの良き理解者で、息子、マサユキの嫁に来てくれないかと、密かに思っている。ドラマ第11話で、会長に就任。奥園マサユキ園、大川光弘ドラマの未登場。丸腰デパートの専務取締役、34歳。社長の御存師でいわゆる、お坊ちゃま。同期入社であるエミを一途に思っているが、無類の女好きのためか。 全く相手にされていない。実は今まで本命の女性と結ばれたことが一度もないらしい。ドラマ第11話で社長に就任。大戦遥か縁小池エコドラマの未登場。バックメーカー、ベントの販売員。27歳。専務の正幸に恋心を抱いており、エミをライバルし。仕事は同じなのに、給料が良い社員販売員のエミたちを嫌う。 立派な巨乳を持つ山女だが、マリエには及ばない。ドラマ第9話で、海外ブランド、ベルガリ銀座店店長に引き抜かれたが、実は、ドアガール目的だったことを知り、怒りと失望のもとに辞職。後に、鬼瓦と結婚した。黒板、リカエン、三浦理恵子ドラマの未登場。エミの先輩社員、32歳。バック売り場の情報通。その情報収集能力は、 マリエから CIA みたいと言われるほどで、エミからも一目置かれている。メガネをかけている。自分では口は硬いというが、実際は異常なまでの軽口で他人に言いふらすのが好きなため、入手した情報は彼女自身の口からすぐに広まってしまう。趣味は貯蓄でありながら、好きな男に貢いでしまう傾向がある。かなりの死亡、エミの良き理解者であり、 原作の原島京子に近いポジション。長島真澄園、川本牧ドラマの未登場。大仙の部下で24歳。丸越百貨店を死亡していたが、失敗して、弁当に就職。エミを密かに尊敬する一方、大仙に逆らえずにいる。桑田良子園、松岡慶音ドラマの未登場。大仙の部下で、弁当の販売員。22歳。新入社員なので、 丸腰デパートの現状などはよくわからないが、割とお気楽に構えている。牧原雅子園、小野春子ドラマのみ登場。大仙の後任で、弁とのチーフとして着任。壁女、第9話から登場。マリアエータ園、笠原式人。マリエの弟、16歳の高校生。原田賢治園、徳井優優子の夫、45歳。元は俳優志望だったが、 役者としては全く目が出ない反面、団員へのまかないの評判が良かったことから、今では料理人として働いている。とてつもなく寒い親父ギャグを連発するため、客からは呆れられている。原田優子園、鈴木沢恵美の幼馴染で、彼女が唯一心を許せる存在。35歳、女優を目指して上京したが、大成せず、後に劇団員のケンジと結婚。現在は、 夫婦でカフェダイニングを経営している。ドラマではケンジが放つ極寒のオヤジギャグに愛想をつかし気味だった。青谷義横縁、赤座美子恵美の母、夫、慶三に母が既得と,と電話をさせ、恵美を実家の青森に呼び寄せる。しかしそれは、化病で恵美にお見合いをさせるために呼び寄せたのだった。田村美幸縁、岩橋美智子田村の妻、鬼河原、和夫縁。 佐藤二郎恵美の幼馴染でいとこにあたり、落農を営んでいる。ベルガリを辞めて、昇進の退散を慰めたことが縁となり、後に結婚した、祖母がいる。青柳恵蔵園、笹野隆史恵美の父、漁師を営み生計を立てている。風水の占いに基づき、娘の恵美にラッキーアイテムとして、ピンクの豚を手に入れることを支持する。井口翔平園、西島秀俊ドラマの未登場。 エミの幼馴染みで同級生。今では家の後継ぎで左官校として働いている30歳。土や自然を愛する芸術家肌。実はエミに壁女と名付けた長本人。ひょんなことから彼女と再会するが、エミとマリエの胸を見て山女と壁女と口走ったことで、この言葉がデパートで蔓延してしまった。エミとは口論が多いが、 互いに惹かれ合っており、最終回で晴れて婚約するが、後日、壁面修復のために、ドバイに一年間出張することを告げて旅立った。ドラマのロケが行われた、銀座三越2007年7月5日から9月20日まで、富士テレビ系列で毎週木曜日22時22時54分に放映された、三越銀座店の協力のもとロケを行っており、劇中登場する丸越のロゴは、 三越の ITS を AR に差し替えた同一のフォントであり、車掌や紙袋に至っては三越と全く同じである。全十二話放送。キャストについては登場人物、キャストの項を参照。ありがとうございます。